それで誘導でやるんだから。すみません。その2回です。さあ。はい。皆さん、お久しぶりでございます。お久しぶりです。YouTube 社員、生配信でございます。はい、どうも。これ見えてますね、後ろもね。まあまあ。おお、じゃあ、こっちか。あ、見てる。はい。さあ。ということでございまして、はい、皆さん、はい、生配信結構久しぶりですけど、そうですね、いいじゃないですか、コメントを読んで、はい、双方向のコミュニケーションが離れる、うん、ああ、いいですね、あ、お久しぶりですね、はい、久々すぎて、はいはいはい、たくさん、856人、こんにちは、こんにちは、ちょっとラグありますね。うん、ごめんなさい、なかなか外にも出にくい状況だし、ありがたい、確かに暑いですからね、今日暑いからね、だいぶ気をつけないと、今日はい、生放送01という時の生放送があったんですけど、はい、見ました。いやいやいや、まあその月に1回しか出せないもん、大丈夫で、毎週のリグがやったら分かるんですけどね。はい、いやいや、それじゃなくて、はいはいはい、川合さんと僕が並んだ時の僕の顔の赤さ見ました。もう、笑っちゃいました。確かに、桜餅みたいな。一応見たんですけど。ちょっと日焼けがね、それもあるし、日焼けがあんな赤に影響する。影響するやつ珍しいですよ。本当に申し訳ない。そのむちゃくちゃ色白の人がちょっと日に焼けて赤くなるわけだから、うん、色白いタイプじゃないけどさ、あんなに赤くなる。あ、この絵の具にこれ出したらこんな色になる。確かにね、超むずそうな色になってる。見ましたか、あの赤さ。ね、すいません。あ、生配信初参戦です。豆大福さん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、豆大福。何呼び捨てる？いいですね。はい。こんにちは、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 メイトさん、こんにちは、コロミさん、こんにちは、こんにちは。お前、お前、生き長いだろ、お前。こんにちは。ええねん、それ、音楽が、ただコメントやたら返してるやつ。オレンジツーさん、こんにちは、こんにちは。いやいや、投げ銭してもらった時のありがとうございますの言い方やつ。見てない。ええねん、ありがとうございます。ええねん、ありがとうございます。ええねん、ありがとうございます。ただ言うてるだけで。いや、ただ言ってるだけではないですよ。わからないですけど、感情は。あ、01見てました。ありがとうございます。森玉さん、ありがとうございます。はい。あ、今から休憩あげるのに。ああ、ごめんなさい。そうか。それはすいません。あ、塚川亮介さん、おいっす。どっちかの友達の可能性ありますね。おお、すごいコメントが、はい、うわ、1882人、ありがとうございます。ありがとうございます。これちょっとポスター見に来るんですか、大丈夫ですか、ちょっと反射してるのが、そうか、角度が、あー、なるほど、分かった、こうやろ、はい、はい、まあ、ちっちゃい、はい、ちょっとそろそろ、うん、まあ見えたとて見えたとての大きさのポスターに来てしまいましたね。後ろやから距離的に、はい、まあ、 何か告知事があるんだなという雰囲気でね。ちっちゃっ。こう見たらこっちであんまちっちゃく感じないですけどね。重いなのよ、お前いざとしてきてくれたのは。えマネージャーの萌えちゃん、萌えがそのいろんなバージョンでその知ってくれたら このタイプもありますよ、はいはい、その単独のバージョンは大きくしてくれた、その大中小いろいろね、うん、気がしてやってきてくれたけど、トレーディングカードが浮いてるぐらいのちっちゃさ。でまあまあまあまた後ほどね、はい、ちょっとこれはまた上げていきます。今日だから、せっかくですから、今日バーガー、最初なんて言った、今日バーガー、今日バーガー、今日、なんて言った、今日は、ね、今日はそう、なんか、3文字が、その、いや、お前、そのちょっともう、情報操作、それ
な、今日バーガーって言ったなって なるんよ。今日はって言ったよ、しっかりめに。いやいやいや、今日バーガー結構一応多いよ。お昼ご飯発表したの今日バーガー、今日バーガー、今日バーガーいや、だから久しぶりですからね、はい、ちょっと、まああの後々ね、告知なんかもそうですけれども、ちょっとせっかくですから、はい、あの土曜のお昼間、あの皆さんちょっとコメントいただいたり、ご質問していただいたりしたらね、ミシェルさん、ゆずるさん、パジャマって来てます。マジで、ほんまに着れるぞ、マジでパジャマちゃう、寝巻きや。あ、一緒やないか、ほんなら言うたりなんかして、さらやっちゅう。あ、リンタンさん、私もお初です。チエミさん、名前呼んでくれたしないから、うーん、どうしようかな。どっちかによるな。何が、どっちに呼んでほしいかによるな。いや、もう呼んだわよ、ね。あ、リンツさん、首から何下げてる。これ、あの、小銭入れです。あ、小銭入れと、ちょっとね、カードのカード。あ、いいっすね。はい、肌身離さず。今確かにちっちゃい財布でももうペットとかには入れれないですもんね。そうだから、まあこれだから、まあカードとか、この IC ね、これほんならこのままピッてできるやん。 IC まだ使ってんの？え、どういうこと？携帯？はい、それスイカ？はい、スイカやろ。俺はもうやっぱ何を騙し捨てたで俺スイカじゃない、行こうか、行こうです。そうか、私は行こうです。ちょっともう捨ててもらったな。えぇ、ー、何やろお前、なんで生まれたしね。いや、そっちの方がよ、お金行こうか、あの、じゃあ最後返してもらって500円もらえます。あるけど、でもこれあのええわと思って買ってんけど、その改札機はもうちょっとしたいから、結局こうやらない。あー、なるほど。まあでも調整できないです、ちょっと便利。あ、確かに携帯とはいえ、うん、荷物持ってる時出すのちょっと、うん、でもいいよ、マジでめっちゃ便利よ、これ左利きやから、僕。ああ、そうか、こうせなかったか、左に入れてるから、で、左で荷物持って手塞がってるから、右手でこうしてめっちゃどんくさいよ。なるほどね、そういうのがあるのか。あ、シリプミータン、みなちゃん、男前すぎ、ありがとうございますお前、なんでそれだけ言うの。おい、ネズミランド絶対天下茶屋のリスナーやん、これ。本当ですか？そっち行ったらあかんのって言うてる絶対にそうやん、絶対に天下茶屋のリスナーやん。ギャル軍団、ギャル軍団事件あ、土日の配信嬉しいです、りょうさん。これだから、ほんまに結構久しぶりやん、ね、生配信。そうですね、やってなかったっすね。なんでやってなかったんやん。なんかこの YouTube の何かを取らなあかんということを思いすぎてて。確かに、うん、でも生配信がちょっと多かった時期もあったんじゃないですか。ああ、なるほどね。これだからまあせっかくですからね、いい、ちょっとなんか質問と、ああ、レナさん、重大発表ありますか。これはもう最後までお楽しみにしてください。これはぜひ。あ、でもハードル上げてなんか最後まで見て何やって思われるの嫌やから言うとこが、あの、重大発表ありません重大発表ありません。重大発表がちっちゃいから先言うとかじゃなくて、ないからそう、ちょっと皆さんのご機嫌いかがかなっていうのを、なるほど、はい、久しぶりにちょっとやりましたけど、ちょっとね、はい、あの、暑いからもう今日は家でゆっくりしようっていう人もいるでしょうし、はいはいはい、土曜日ですね。あ、ミーナリリーさん、ファミレスで絵を描きながら見ています。あら、おしゃれ。最高の土曜日じゃん、ファミレスで。あ、いいっすね。ああ、サラダバー食べて。ああ、あ、セナさん、夏休み初日、今日の日23。あ、そういうことか、学校今日から休みなんや。ほんまや、なるほど。うわぁ、あ、よかった、学校なくてこんな暑い日に。いや、ほんまや。そっかリョウさん、ポスターちっちゃう。ポスターまた後ほどね、押しかけて見ていただけますんで。今やっぱコメントで、今日バーバーっていう
聞こえたっていう人結構います。ちょっと、ラグがある。じゃあお前が今日バーガーとか言うからさっき言ったらかわいさっしょ。で、俺は今日はって言うけど俺は今日バーガーとか言うてんの。いや、今日だからじゃあ、多分いや、今日は今日バーガーいや、俺今日はって俺が言うてるやん、今日はって言うたって今日バーガーあ、これでピアスどうしてるんですか？ピアスね、今、だからちょっとだけずっと開けてたのよ、はい、な、その何かで、番組とかで使えるんやったらと思って。で、それこそあの、日向坂なんでしょ、広島の、はいはいはい、あれの時はまだガッツリ開いてたのよ、うん、ほんで、その泊まったホテルの1階のコンビニが結構大きいセブンイレブンやって、はい、で、広島なんか水引きって、あの、あれあれやん、祝儀袋とかの、これやりやん、はいはい、祝儀袋のここ、はい、あの、うん、水あの、赤と白のうん、そう、これ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 がなんか有名なのが、はい、あれで作ったピアスみたいなのが売ってて、はい、で、それのなんか広島カープの帽子、ヘルメットバージョンみたいなのがあって、はい、だからオープニングでこれつけたらウケるんちゃうんって言われる、で、買ったの、うん、2000円ぐらいしたけど、するね。でもなんか次の日オープニング、あ、なんかそんな感じじゃないな、あ、初回やって初回のロケ、はいはい、いや、だからなんか、何の振りもないのにこんなことして、もうこれ、なんか邪魔になるなと思って、やめて、置いてて、はい、で、どっかで使えたらなと思って置いてるんけど、なんか狩りを増せば増すほどなんかそんな感じちゃうなと思ってで、まあ、でもそこから何かの番組でとか何かで使えたらなとかずっと開けてるんけど、はいはい、なんかあんまり機会もないし、ほんで今まだ閉じてきたな。あ、まんまりって言ってもいいです。いや、でももうな、あとはしっかり持ってんの、でっかめのやつだけだから、ね、多分これギンギンに冷やして待ち針とかでスッて通したら多分通ると思う。あ、そうなんですね。英語言ってるからね、言わったもんね。そんなにな、開けようと思えば開けれる状態。うん、そうピアス、ほんまストレスやったなぁ、昔やった時めっちゃ引っかかる布団とかに。あー、マックス、マックラのタオル。あー、おー、そう、そんなに引っかかる。僕、寝返りすごい、ね、あー、なるほどな、なんかフォーンってなってる時ある。何ですか、寝返り寝返りも、打ちすぎてうおーってなっちゃったけど、いや、それで、なんで目覚めんの、そんなモーターみたいに回ってる。いや、寝返りプレイヤーもちゃうじゃん。ディズニーランド、確かにすごいな。天狗がちゃいましたよ。絶対そう。バンしてください。天狗がちゃいリスナーはバンしてください。暑さ対策教えてください、モースケさん。暑さ対策か。確かに外の時はどうしようもない。いや、そう、対策しようないな、ほんまに。まあ、冷たいものね、飲んだり、うん、水分補給ね。もうそれしかないよな。ゆずるさん焼けてますか？確かにこれで見たらかわいそう、焼けてるな。そうね、としこさん。あ、内藤小夏さん、どこのメーカーですか？これかな。ああ、これあのエンダースキーマンっていうね、あの革の製品。へえ。あ、これ言うにはまだ早いかもしれないですけど、はいはい、会社が結婚して、はい、子供ができて、ああ、ランドセルとか、はい、小学校で使って、はい、卒業して、そのランドセルあるじゃないですか、はいはいはい、その革を使って財布とか作れるらしいんですよ。ああ、早すぎるよ、タイミング。小銭入れとか何十年先の話やねん、これ悲しいわ、自分で言うてるあるけど、そのランドセルの財布、向こうが単独います、ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄単独がまだ
テーマになりますからね。はい。8月11日。そうね。とりあえずだから今見始めの人だから、そっか。離脱せなあかん人もいてるんでしょうし、一回言うときましょうか。うん。こちら。見せるだけ？え？見せるだけ？いや違う。今どれぐらいの感じで映ってるのかなと思って。そのだいぶ楽あるからさ、これなんかコメント固定とかしたらできないですか、インスタライブみたいに。そうなんか告知の文言を、これ8月11日に沖縄で単独ライブがございまして、単独ライブのゲストがめっちゃ豪華です。末広がりとオズワルド、すごい。で、単独ライブの方はもうほとんど完売なんですけども、その後19時からのアフターシュタインというね、はい、引き続きスイーローガリスとオズワルドに出ていただいて、はい、ちょっとトークしたりゲームコーナーしたりという1時間のライブが、単独は僕らがまあメインでやりますので、はい、このアフタートークの方はもうゲストさんががっつり、はい、そうね、やってくれますので、でこちらは、まだ少し来てるとございますので、ぜひお越しくださいということでございます。はい。ミクさんが、はい。ゆずるさんが笑うたびに娘が動きそうって。あ、申し訳ございません。ちょっと音量絞っていただいて。そうですね、はい。こっちの調節というよりは。申し訳ございません。すいませんが。起こしちゃったすいません。ね、今、そうか、確かに。あれか、お昼寝の時間か。そうか、ちょっと音絞っていただいて、すみません。天気ですね、その、どちらにお住まいかは分かりませんが。まあ、とりあえず東京は下げてるのかな、晴れてるのかな。りょうさん、スパチャありにしないんですか。スパチャ？スパチャ。なんですか。それなんですか。それ楽しいですか。投げ銭みたいなことかな。あ、いやいや、ほんならただで見てください、生配信なんで。スパチャね、いいです。投げ銭ってそれをしたら、例えば吉本でなんか経由で、そんなもんそうなんて言われてるじゃないですか。あ、及川さん、まさかじゃん、吉本本社ですか、この声の響き具合は分からない、申し訳ございません、はい、一番、悪い環境でさせていただいております。あ、アリスさん、重大発表ないんだ、申し訳ございません。いやな、こうだって引っ張るだけ引っ張ってさ、はい、それもできますよ、引っ張るだけ引っ張って、はい、そんなね、いや今日のラインかい、そう、今日はまあ、単独の告知もですけど、はい、皆さんとお話がしたい、その気持ちでやってるだけなんです。いや本当にそうよ、でも今日はどのぐらいの配信しますかと、チョピモーさんと、はい、まあ、4時ぐらいまでかな、大体ね。うん、ランチ食べましたか。秋山リアルさんからいただきました。食べました、ランチ、はい、あ、そう、いただきました。ねえ、はい、何食べました。サラダ。あ、YouTube でも言ってた。あ、そうなるほどね。食べました。まだです。あ、まだ、はい、あら、でもなんか蚊が飛んできたからパクって食べましょう。嘘だ。カメレオンじゃん。ちょっとお腹いっぱい。あ、そうなんや。効率で寝てえね。まあ、蚊のカロリー高いんでね。あ、そうなんや。結構お腹いっぱいなんで、ね、うん。あ、北海道で何食べましたって YR さんかな。あ、なるほど、ごめんなさい。あ、今はなんかちょっとね、まあまあね、こういう状況なので、うん、この全員でね、今までは、ね、全員で打ち上げ行ってましたけど、はい、ちょっとこの、まあ、
全員でっていうのはちょっとねあんまりあれなので、半々でね、はい、囲碁会なんていうことで、いい川合班と稲田班で、いい何食べに行ったんですか。あ、あなたその時コメント消えて焦ってますよ、ね、そんな焦ってない、そんな出てないけど、お前今岩倉とオズワルド伊藤の YouTube チャンネル見ようとしてる。違う、お前今画面に上がってきてるじゃないですか。僕らじゃ志麻さんとオズワルドの伊藤の、あ、いやそれ誰と誰かはね。あれなんでや、コメントどれで見るのこれ、これでグッペやってる、あ、だけどあ、出ました、出ました、はい、我々はね、なんかでもあの会場の近くの、海鮮居酒屋、まあ、ちょっとお寿司もありのみたいなとこでした。あ、僕もでもそのような海鮮が売りのお店でしたけど、はい、お客さんが結構多くて、あ、お店の明らかにスタッフさんが足りてない感じで、あ、ちょっと人気のお店やった、はい、まあ、でなんかイライラしてたのか、はい、昨日来た綺麗なお姉さんやったんですけど、ああ、ほんならちょっとちゃんとしたお店やもんな、でピンポン押して、うん、で来なかったから、はい、結構待ってこなかったから抜けました、はいはいはい、でそっからまあちょっとして来てくれなかった、はいはい、あの必ず来ますので2回は押さないでください。いやそれ知らないから必ず来るかどうか、まあ1回目でなってるかどうかもちょっと正直こっちは分からへんかったりするからな。まあでもイラッとしたんやろな、多分中央とホールの境目ぐらいのことになるやん、はい、大体ありそうで、そうで、でその店員さんに聞いてくれるよ、でビンゴーンってなって、あ、3番さんお呼びです、はい、あ、わかりました、行きますとか、この多分中央が料理運んだりしてるときに、もう一回ビンゴーンってなったら3番やからもう行くって。それはわかるんですけどね、こんなで、ハッセが、うん、七曲がりのハッセ、七曲がりのハッセがそのお姉さんに、うん、すいません、ここってタバコ吸えますか、はいはいはい、聞いたらタバコ吸えぐらいでどうぞ。早すぎて早すぎて、え、すいません、めっちゃ早くて、はい、いや、まあ、バイクさんがゲストで来てくださった、はいはいはい、バイクさんの、はい、おかげになった小説が、はい、世にも奇妙な物語で、はい、映像化される電話をしてるふりのね、 その日だったんです、はい、その世にも奇妙な物語のバイクの話がオンエアになるその当日で、バイクさんもそれにずっとそわそわしてて、ああ、でその打ち上げも顔だけ出すわって感じだったんですよ。あ、リアルタイムでどんな様子か見たから、自分でやっぱそのはいはいはい、生一人で見たかった、一人でっていうかテレビで見たかったんです。あ、そうなんや。で、バイクさんはもう言うても1時間も折れないぐらいの、はいはいはい、料理が全然来なくて、あ、もうそれぐらい混んでたんや、そうなんですよ、忙しかった、うん、で、バイクさんも予定してたよりもちょっと10分ぐらい遅れて、うん、お店出てホテル帰ったんですけど、はい、バイクさんが帰った途端料理バンバンでかわいそう。なんかちょっと見終わったら戻るわって言ってあったんですけど、うん、料理が来ないから戻ろうと思わなかったので、うん、連絡がなかったです。そのな、1話だけ見て戻ったよ。そうです、やっぱね、いろいろ反響がすごかったみたいで、ああなるほどね、あ、でもなかなか芸人が書いた脚本が世にも奇妙な物語のね、いや、すごい話になるっていうのはなかなかないもんね。そうだから、まあ、次はあなた水曜日でまたね同期が来ますから、そうですね、ね、去年もどっかでね、名古屋で、それはセイロガリズも単独やってて、ツアー回ってて、僕らも回ってて、たまたま名古屋のタイミングが一緒やったから、そうですね、ほんならライブ一緒にしましょうみたいな。あ、アリスさん、画質が悪すぎて見にくいですございまして、いや、とんでもない、いや、いやいやいや、あの人は、まあ、クレームなのよ。とんでもないね、全然そのまま見てくださいね。いやいや、どうぞどうぞやらしい、すいませんな、あ、ポッティさん、みなちゃん、すごく肌が綺麗になりましたね。脱出されてんのかな。
バレてない。外出が荒いからなんでしょうね。荒いがゆえに。よし、バレてない、あ、リナモンさん、来年3月大阪に引っ越しに行きますよ。どこから行くんやろ来年。え、なんで。でも学生さんやったら大学とか。あ、3月ってことそうなのかな。学生さんで。水野さん、カズハって呼んでほしいです。カズハ。何でお前が呼ぶん。残念でした。いただきました。あ、水崎さん、ゆずにハト元気ですか。いや、それこそ今日さ、新居バトル、新居新居バトル、その寝てるベッドのとこ、まあ、ちっちゃいベランダ、バルコニーがあるけど、うん、そこに呼ぶのよ、ハト。で、なんかハトよけみたいな、なんか周波数がピャッピャッピャッって出る、置いてんねんけど、たまに来るのよ、ハト。ほんで、ここ1ヶ月ぐらいずっと来てなくて、ホッとしてたけど、今日だから朝01行くのに朝起きて用意して、用意しよう思って、目覚ましパッと止めて、で、ベッドから降りて、ほんまにこう、何の気なしにベランダの方をパッと見たら、ハトがいてて、で、結構久しぶりだったから、ほんまになんか、パッと見て、あ、おはようって、あ、おはようちゃうわって、ほんまにベッドみたいな感覚やで、その一瞬。同じハトか分かるけど。分からんけど。もう親近感湧いてますやん。いやいや、でもハト、気持ち悪いの近くで見たら、まあ、いるかんなよ。いや、お前、ハトのね。あ、タカさん、来週、みその座行きます。ありがとうございます。名古屋のね、見取り図と、ワクワク芸人。はい、ワクワクライブね、東大。ワクワクライブ。はい、ライブ。あ、ミネミさん、生配信初参加です。はじめまして。ありがとうございます。ミネミさん。あ、え、外出悪いっておっしゃってる方、ご自身で設定できますよって、グミちゃん。どうやってするの、ガスよくする。はいはい、この点点点ね、右上の自動にしてたら、その使用の状況が、まあ、その電波の状況によって最適な画素数で見れる、はあ、高画質っていうのをやってたら、まあ関係なく高画質になる。はあ、なるほどね。データセーバーっていうのをやったら画質は低くなります。はい、あー、どうしたらいい設定詳細っていうやつか。村崎さん、めっちゃ見づらいです。全然そんな、そんな、じゃあ、じゃあ、じゃあ、褒められてないでしょ。とんでもない、なんで画質荒いということを褒められてると思う。また、また言います。なんて言ってたかは後日。あ、だいぶコメントが遅れてきてるんだな、これ。そうですね。あ、こんなもん。まあまあ、でもたくさん動画を見てくださってるおかげですわ、ほんま。すみません、ありがとうございます。ラグも皆さんのおかげで、このラグが生まれてますね。ラグは生まれてない方がいい。ありがとうございます。すごい、このタイミングで、チャン・オークさん、おにぎりの具は何が好きですか。答えましょう、それは。誠心誠意。はい。コンビニやったらとか。あー、僕、あのね、コンビニやったらによって変わる。はいはい。あれは、手作りは手作りはね、もう全ジャンル、もうコンビニも入れて。手作りは、もう塩昆布。ああ、塩昆布。はい。俺、あの、ばあちゃんが握ってくれる甘辛く炊いた肉入ってるめっちゃ好きやった。へぇ、それなんか、なんかほんまにたまに、ほんまにあの、ゲームのガチャ引いてるみたいな、たまにしか入れてくれないんで。おにぎりやから分かれへん、だいたい梅とか、昆布やけど。食べてみなかった。たまに下の方に垂れてる、垂れてまかった。あー、知るな。え、ちょっと映ってる。コメントが止まってる。コメントが止まってる。こっち来てんねん。あ、マジか。僕でも普通に見えてるけどな。え、俺も見えてんねん。あ、梶原02033さん、これから夜勤の仕事行く友達にお仕事頑張ってと伝えてください。その友達が分かれへん。見てるってことかもしれない。あ、そうなのかな。お仕事頑張って。頑張って。頑張って。と、お伝えください。今から夜勤。いや、だから準備して、4時、5時ぐらいに入って、6時スタートの朝6時までもじゃん。病院関係とかでもないか。でも、まあ、はい、ね、医療関係の方かもしれないし。ください。あ、なさん、北海道の単独ライブ最高でした。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、北海道楽しかったよね。楽しかったですね。
テンション高いですよね、毎年北海道の方は。ああ、なんかそういうイメージあるね。ありがとうございます。沖縄もね、だいぶ楽しみよね。まあ、単独ライブ、このツアーにゲストのね人来てもらうっていうのも初めてやから、はい、北海道のゲストもね、うん、七曲りと豪華 BKB で楽しかったし、本当に楽しかった。まだ後のゲスト発表にはなってないんだよね。なってないね。だから福岡と東京もいますんで、最高です、ね、もう、はい、決まってますんで楽しみにしておいていただきたいと思います。まあでも基本は仲良ししか来ませんけど確かに、はい。あ、千春さん、広島の印象はどうですか？広島の印象なんでお前そんなテンポ悪いのなんでお前に泣くわ。すいません。広島、いや、だから平田さんでね、千鳥さんの後番組ね、させていただいて、はい、広島にももう2ヶ月、3ヶ月、うん、行かせていただくようになって、毎回た楽しいって言ったら、いいところに連れて行ってもらってるんでね。まあ、僕らが知らないね、広島の皆さんからしたらベターだと言われるようなところをね、まずは。なんか泊まりたいなぁ。あー、確かにね。次でも特番で泊まりありますけどね。あー、はい、間ね。うん。広島行ったら、どこに泊まりやったら。広島はだから、でも、まあ、その自然もあれば、ね、飲み屋街ももちろんあるし、一番ね、行ったし、食べるもんがめちゃくちゃ美味しいなってイメージよね。お好み焼き屋さんも行かせてもらってめっちゃ美味しかったですね。お好み焼き ね美味しいな、めっちゃ、うん、塩タレ…塩タレさん、え、元フリータイムの塩タレさんって言うと思ったら塩タレって塩タレさんのカレー、はい、あれも美味しかったね。食べに行きたい。でもなんか、あの期間終わってんのに、名前変えてやられてるみたいな。うせえや、はい、一週間限定で、ひなたさんのひなちゃんカレーが名前変えた。ひなちゃんカレー。もう、一回限定でって言ってたのに、その、アイディアだけ、名前変えてやってみる。塩谷さんやなぁ。あの、ツイッターでそのようなことをおっしゃってた気がします。はい、まただから食べれるんで、ね、かけなく近いのが食べれますんで、はい、あのね、はい、ね、桜ハム、はいはいはい、桜ハムね、あれめっちゃ美味しかった。美味しい。広島の方はもうなんか武蔵にしてもさ、あの弁当美味しいよね。美味しい、広島の美味しいんですよ。でもいつも弁当食べる時間10分ぐらいしかあと10分後ぐらいにオープニング始まりますんで、その間にお弁当食べてる。美味しいか。言うよな。言うよな。急いで食べようと思って食べた。うまっ。ゆっくり食べて。すいません、お願いします。ゆっくり食べてなかった。うまって思ったぐらいで呼ばれるからな。それさ、新規のルームツアーね。あ、ちょっとまだね、そのなかなか揃わないのね、家具とか。いやね、時間かかりますもんね。ああ、そんな方のがいい。注文してから。芸人ね。いや、ほんまに。あんたでももう更新したってことね、一回。僕は更新しましたよ。あ、ちょっと、目黒の街、全然、堪能できてないから。し、めっちゃいい人しね、家の前の道とかも。ああ。山手通り沿いですごい。なんで言うの舗装もされて、あ、確かにね、あ、僕の家の前、綺麗になったんですよ。大鳥神社も近いし、ね、すごいよ、全部言うから。大鳥神社に大和建の御事という神様が祀られているそうですよ。ああ、そうなの、ね、有名な大和のおろし。まあ、ぜひ来てください、大鳥神社。いや、なんでお前が大鳥神社の線ですの。あ、俺でも同じコメント回ってたりする？なんか、いや、だから、もう一回言ってみてる人とか。あ、そういうこと。あ、土曜の後ろにかっけ、リリママさん、リキママさん。あ、
ティティさんがコメント気にせず好きに話してというコメントをいただいてますね。アイコンは見取り図ですね。バンしてください。ツアーのセットパイさん、グッズね。はい、そのグッズもあるんですよ。そう、ツアーはね、可愛らしいスウェットティー。はい、スウェットティーですね。3色。はい、あの割と合わせやすい感じですね。うん、3000円ぐらい。はい、あとアクリルスタンド。ああ、アクリルスタンドね。靴下ないです。靴下は去年でしたね。今年も靴下やってよかったかな。うん、ライパチさんの実家の、ライパチ実家の裏にある。そうや、めっちゃ美味しい。今井ライパチっていうね、後輩のこの家の実家が。沙織さん、今日忙しいかな、このライパチの実家。いやそうじゃん、逆に今日忙しなかったらやばいじゃん。うなぎ屋さんで土曜の牛の日の前日当日忙しなかった。もう廃業やろ。でもあのすごい大きいところらしいよ。ボンボンって感じするやん、いつ今井。言われてみたらそうか。ああ、なんかそのガテンが行ったら、うん、あ、また愛媛にも来てくださいね、テレトコさん。愛媛ね、愛媛も良かったよね。めっちゃ良かった。単独ライブ、海の見える駅。ああ、めっちゃ良かったわ。ああ、あの和牛丼のロケですね。はい、はい、はい、A4 A4 良かったな。水田さんのうちのパスタもうまかった。あれうまかった、めっちゃ良かったですね。ほんまに美味しかった。ナポリタン、お父さんずっとボケて、うん、怖かったな。怖かったでも上機嫌の時のミスだってあんな感じ。確かに、ああ回転数ね。70歳の回転数やったよ。お前なんかその言い回し大丈夫なんか。いやいや、すごいこといいことじゃないですか。羨ましいとこじゃないですか。回転の速さとかで分かる。回転数ってそのただ数打ってるだけみたいな。そんなことないですよ。お父さんがその収録の時冗談で、はい、稲ちゃんもう今日泊まっていい、とあの子ら、で僕もあんまったって言ってた。お願いします。でそっからまあお家を外出て、はい、外のビッサさんが遊んでた海とか見て、はい、で次移動するってなった時に、はい、ほんまにカメラ回ってないのに、稲ちゃん今日何時になる。マジよ。やっぱりあの田舎の方の方やから、もうその冗談ってならへんかったよな。だから、そうすね、おお、いいよ、用意しとくよみたいな。何時になるの。今日は寝なさいって言う。変な感じだった。いつかねって言う。うん、そうだね。ティーバーでひなだんだん見てくれてます。ありがとうございます。228みさみささん。みなちゃん肌ツヤツヤに見える。ゆずさん。ほら。あら。高画質で見てないっす。なぁ。
まあ、一回言うたら、この動画を消して、YouTube 主体のチャンネルのアイコンから飛び込んだりとか。なるほどね。長谷川さんのこととマナーを言ってくれてる方がいますね。あ、マネージャーの、あ、そう、だから前のね、マネージャーの長谷川ちゃんから、みおちゃんから、おみおから思いになりました。おみおから思い。はい、おえちゃんね。動画でね。はい。私、ヤクルト飲んでね、元気になるよ。あ、そうか、あなたは頼んでますか。頼んでますね。ヤクルト1000。みんながヤクルト1000ないって SNS とかで言ってたと思う。そうか、定期購読というか配達してもらってるから毎日飲んでました。へえ。たまに2本飲む時あるからな。違う違う違う、飲んだらええやろ。昨日の昨日のマネージャーさんとのストーリー可愛かったです。可愛さか。ああ、私ね。おめ。昨日の八景島ね。あ、八景島。はい、シートバラダイスで初めてね、ね、録画させていただきましたけど。かまたちさんのマネージャー、そうです、すごいです。あ、かばさちゃんね。かばさちゃんではないんですよね。いやいや、萌えちゃん。え、かわいいです。ああ、かばさちゃんにもついてるね。ああ一緒に出ててな。また奈良来てください。奈良ね。ああ奈良ね。笑い飯さんと。お、え、どうなるの？それ放送しましょう。まだ。そう言ったんです。一回ね、ログでさせていただいて。楽しかったな。楽しい。マジで。確かにロケがこの夏結構ありましたね。いやそうね。こっからね、来週ぐらいから、うん、オンエアなんていくと思いますけど、毎週見てんちゃうかって毎週濡れてるわて確かにな。いやでもこんなん逆に言ったら仕事じゃないと行かれへんから。いや、ね、ありがたいよ本当に。芸人になってからこんなに見てなかったっすね。そうやな。なかなかこの劇場出番いただいたりとかね、なんかこのライブの準備でとかでなかなか行かれへんもんな。皆さん今日もヘアアイロンしてる？もちろんです。おお、してんねや。ちょっとまあちょっと時間経ってるけど、01前にえ、ちぇ01前に。ちなみにどのパートをアイロンされたんですか？まあ、こめくって、まあ、YouTube で見たんですよ。こめくって、まあ順番に、順番に、俳優から順番に、俳優から順番に、中段、うん、中段、うん、最上段。いやいや、ずっと初段ですよ。まだまだ。ええ、ついた方がいいよ。河合さんまだまだ放送になってないと思います。ラジオで河合さんにヘアクリームっていうのを勧められて、はいはいはい、ヘアミルクね。ヘアミルク。え、ヘアクリームと思って、ああやったもん、ペタなんで進めてるの。ヘアミルクって言うのか。ヘアミルクか。ヘアクリームはだってその夜パックするみたいな感じで、あれ多分ヘアクリームで洗い流さなあかんちゃうの。そうなんですか。え、見た、洗い流さなあかんかどうか。ヘアクリームは多分流さなあかん。ね、YouTube で洗い流さ、いや、洗い流さんでも言えたよ。そうです、タオルドライしてからやるの。なヘアミルクか。なるほど。あやさんが稲ちゃんにクリームは重いって言われた。僕の髪の毛何知ってるの。いや、だいたい見たらわかる。会議タクシー見ました。あ、会議タクシー見ました。見ました。あれ、え、もうまだ見たんじゃん。まだっすよ。まだやな。まだやんね。だってあれ、試写会。ああ、そうや。昨日の試写会。あれ、映画館で試写会見。はい。ああ、うん。ですね。ほとんど出てないの。いや、でもそれでも、だから、記者会見に呼んでもらえるっていうのは、ええやん、そんなの。ちょい役で。いや、本当に。いや、だから、ホームページとは、一番上に僕出てくる。あ、まあ。
回帰タクシーってやっぱり目打ってるから、やっぱり一番回帰のやつがトップに来ないと。いや、そうですけど。ああ、だから、ここからもそうそうたる俳優さん方が出られて、一番上で。はいはい、で、なんか、その映画に携わってらっしゃる方と、まあ、連絡先を知ってて、はい、で、タクシーの会社が登録してくださってるんで、はい、で、写真が送られてて、ああ、このラッピングカーが、もうすぐ都内の、おーおーおー、この顔がバーンって、ラッピングされたやつが、幽霊のメイクしてる。怪奇タクシーの役で出てる。ホームページとかに載ってるような写真が、もう、大きいっていうか、普通の乗用車じゃなくて、ちょいヤバタクシーのやつね。あれの横パラミッド。すげえ走るらしい。もし、タクシー乗る際は、おっしゃってください。それは解説しますんで。はい、大丈夫。いや、それ乗ってほしいわ。それ走ってる間でも、同じタクシー乗るんだったらそれ読んで、乗るのがええやん。運転手さんびっくりしゃべるやろ。あれ乗ってきた。そんなの乗ってきてるやつ。ガタガタ触れるかもしれない。あの、ラッピングから飛び出してきた。怖いやろな。これ、みちおさん、ゆずるマニア、即完売って書いてある。これそう、もう完売してるの。どこで劇場は TT ホール。 TT ホールTT ホールだって、すげえ、800、900でしょ。1000人ぐらいで売られるけど、なんであんな、何するかもよくわからへん。イベントのチケット売れんの。しかしね、ごめん、普通に名前言って。配信はまだあるんで。配信はまだある。堀さんも、普通に名前です。まさやってない。堀さんも喋る。いや、大丈夫ですね。でも2ヶ月前から告知したらいけるんちゃう。いけるか。告知の期間の問題ちゃう。まずい、香織さん、明日44歳、誕生日。あら、おめでとうございます。おめでとう、香織。香織さん、ドラマに出る予定ないですか。いや、ちょっとすみません、それは答えれません。いや、はっきりないって言うとだめよ。出張マニア。みなみおさん、1ヶ月前誕生日です。ごめんなさい。さすがに。過ぎてる方は申し訳ない。いや、別にいいが。長さんのシャツ、左胸が牡蠣にしか見えない。そんな、怖いって言わないでください。もう、心臓ですよ。うわ、余計怖いやんけ。お前は牡蠣に見えんの、それ。牡蠣ちゃうんかい。牡蠣を持ってこうたのに。なんで、牡蠣ちゃうんかい。宮島のトゲがちゃうよ、ね。あ、いちごパフェじゃん。昨日18歳になりました。おめでとうございます。おめでとう、いちごパフェじゃん。18歳か。18歳。前話してた2人でただそばを食べる企画の実現待ってます。そんなん言うだっけ。まゆまゆさん、
そばを食べて食べ終わった方から出てくるっていうやつ。え、そんなんあった？なんかうっすら言うたような、言うてないような、全く思ってないな。お、いいコメントありました。あ、なんですか。まどかまどかさん、はい、彼の携帯を見たら明日浮気することを知ってしまいました。お、何かコメントください。ほんまや、ある。あ、お疲れさん。おい、いや、それぐらいのことしか言えねえやったら拾うなよ、お前。あ、じゃあ、うわぁ、そうなんや。だからどうすんのやろな。知ったんやったら。いや、だからその、もう許すのか許さないのか。なるほどね。でもなんか付き合いは続けるのか続けないのか。どうする、どうする。もう後から後つけていって、まあでもそれも時間持ってないけどな。明日どこなんや、京都なんやったら全然ね、我々ついていって。YouTube 社会で祭り上げることができる。いや、お前、ガーシーでもそんなことしてんの。フットワークから行こう。フットワークからガーシー。それもいいか。逆替え歌がどうとかさ、卵かけご飯がとか遅ればせながらやってたやつらが急にコメントもらって感じで浮気の現場突撃してる。急に YouTuber みたいなことやるし。浮気現場。いやでもこれどうすんのやろ、まあ、ちょっと悲しいやろうけどね。だからもう事例に防ぐのか、もうはっきり言うからね。そうですね。もうごめんなさい、見てしまいました。だから、はい、一番言われたくないタイミングで言おうとしてるんですかね。あ、でもそれはもうあんま意味ないやん、もう別に、うん、だからもうあの見てんけど、もうごめんなさい、もう私そういうことなら無理です。なるほどね。って言ってあげるの、言ってあげるとか言うのか、うん、でもまあ好きやからそのパッとは言えませんっていうパターンもあるやろしね。うん、どうしたもんやろな。好きになったもの負けやからな。いや、勝ちとか負けの問題じゃないやん。やっぱでも後手に回ってもらうもんな、好きになった方が。おいじゃ、この場合はどうしてあげたらいいんだ。どうしてあげたらいいんだ。どうすべきかってこと。はい。許してやってくださいって。そのコメントは。いや、それは許しがたいやろ。確かに、それは分かる。許さない。なんか、あの、してたのを見たとかやったらまだあれけど、するって、明日するって分かっちゃったっていうのもね。確かに。あ、まあ見てもほんまでいいことなんかないって河合さんよう言ってますけど。なんでそんなもん俺のせいにするの。彼氏の携帯に見てもええことなんか一つも載ってないってよ、昔から言ってますけど。そんな口癖ないわ。確かにほんまにそうやな。まあね、どうしよう。するって知ってるのきついっすね。でも言うんやろな。でもまあね、まだそのいい出会いもあるかもしれんし。うん、うわ、もう4時やん。あ、いや、でもまあ浮気してなんとも思ってないようならもう離れた方がいいと思いますよ。あ、そうですか。うん、でもまあそれでも一緒にいたい。あ、もう今注文かかるけど。もうこの今の時間だけで幸せです。もう彼なんかいりません。あ、ほんま？よかった。まあまあその決められた16時じゃないからね。あ、ゆで卵。
ゆで卵孫さん、一昨日20歳になってお酒デビューしました。おめでとうございます。最初の一杯目は何を飲むんやろうか。うわ、最初の一杯目は覚えてる。あ、でも俺瓶ビールやったような気がするな。多分酎ハイっすね。あ、みんな多分酎ハイ飲んでたから。そうやな、酎ハイやな。うん。なんかそうですわ。取引貴族じゃないけど、300円の焼き鳥屋さんがあって、うん、そこになんかよく行ってました。あー、なんかほんでお金もないし飲み放題みたいなんで、俺未だに覚えてるアーリータイムズ、あのパー、はい、その味も全然分からへんのさ、とりあえず酔いたいから、うわ美味しないわと思いながら飲んでいろいろなってたわよ。分からんけどね、うん、飲めたな。私は20歳 AKB48 の小栗ゆいちゃんはいはい、ラジオやってて、はいはい、ゆいちゃんが二十歳になって、うん、最初何飲むみたいな話で、うん、今の飲むみたいなんでね、うん、ゆいちゃん人生初のお酒、菊正宗になってました。え、鬼殺しちゃうかったっけ。え、菊正宗にするって言って、あ、最近鬼殺し。あ、そうやったっけ。わざわざスタッフさん買いに行って生放送、ラジオの生放送な、うん、カルアミルクを飲んだの芝アッキーさん。あ、カルアミルクな。昔、え、うまっ。あんまり聞かへんな。何言ってた。そういうのを飲むような人とお酒を飲んでないだけか。いや、そうちゃう。女の子とは、あ、スミノフ。チャビー。俺らの時代はカクテルパートナーが流行ってるな。カクテルパートナーね。あ、知ってる。あと、もう一個懐かしいの言うたのは、ツードックス。あ、懐かしい。ブルドックのやつね。ブルドックのやつ。これはもう世代の人しか分からない。今のあります？いや、もうないないない。もうカップルパートナーももうないし、ツードックスも。ツードックス、むっちゃ流行ってんけどな。流行りましたね、瓶のね。ああ。あれ、ちょっとかっこよかったもんな。そう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 。なんかちょっとジントニックっぽい味だな、なんか甘い。飲みやすくてね。そう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 。今はジーマとか。ジーマ、スミノフ。あ、でも、及川まどかさん、さくらさんは、カクテルパートナー、懐かしい。はい、まあ、世代と近い。近い世代だよね。あ、うわ瓶並べてた、ナオさん。うわ絶対一緒や。世代。おったわ、瓶並べてるやつ。カクテルパートナー。新鮮ポールスリー。わ、なんか、あー、ピーチフィズ、シンガポールスリング、そのカクテルパートナーの味な。あー、皆さんあれ言ってくれてるの、最初に飲んだやつを言ってくれてるんですかね。何こう、ムーンエックスムーン、ムーンムーンさんとか、紅茶のお酒とか。あー、紅茶のお酒あったなー。俺らの時、経過陳酒流行ってんな。僕それ知らないぞ。え、経過陳酒知らん。経過陳酒なんか聞くんで、チンルチンルチュは知ってます、知ってます。それのシリーズ、チンルチュはアンズのやつや、はいはいはい、なんかあの中華っぽいビーの、はい、それのケイケイカチンっていう花なのかな。ケイカってあのカツラに花に、花に、陳謝の陳やったと思う、いいお酒、めっちゃ流行ってん、これが何味なんですか。なんか甘いリキュールやねんけど、お花のリキュールみたいな感じ。俺もよう分かってないけど、岸形のヤンキーの連れの姉ちゃんがよう持ってて、その姉ちゃんがなんかここ俺らが高校の時に高1の時に高3やねんけど、はい、やめろ。いや、あまりにもちょっと柄の悪い話すぎてちょっとやめろ。内容は分からないけど、多分ナイス判断やった。入り口なんでしたっけ。え、高校の俺らが高一の時、高3で、その姉ちゃんが、はい、で、岸和田の俺の連れの姉ちゃんやったけど、その連れの家に遊びに行った時に、あの姉ちゃんが、そのお父さんにめちゃくちゃ怒られてたって話やった。あ、怒られてたら理由はちょっとあんま言わんと。なるほど、想像的に言わんと。
毎日赤根切り島で珍しくないです。A22 あのちょっとフルーティーな切り島でしょ。ああそう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 。うわマリブパイン懐かしい、作ってたわ。懐かしいな。めんどかったわマリブパイン。なんで？その飾り付けしないといけない。ああ、その居酒屋とかね、はい、あそんな出ないんですよ。でも一気をその仕込みで2切れ、3切れを作っとかないといけない。めんどかったな。あー、ソルティドッグな。この何何なんか切り忘れてた時に限って団体さんが全員マリブパイン食べる。飲食店あるわけやな、はい、あ、清美さん昨日42歳おめでとうございます。あ、お願いです。うちの、お父さんのお姉ちゃんと同じ名前です。薄いな、つながり。あと、牛乳味の焼酎あった巻き場の あったなんとかあの時流行って、人参の焼酎とか、ね、緑茶の焼酎とか。うわ、懐かしいな。二十歳の時あの沖縄で泡盛りで、はいブラックコーヒーで割るの、あるじゃないですか。あれめちゃめちゃうまいけど、俺新喜劇のあの諸見里に教えてもらって、あれ出所一緒じゃない、はい、あれやばいよな。あれやばい、うまい。コーヒーの味しかせんやんだから。そうですね。あ、タンタカタンね。あれどうやった、あの酒のつまみになる話、松本さんの、はい、どうでした。あれは一回ずついただけたじゃないですか。いや、この、飲まんかったら緊張するみたいな。はいはいはい。入る前に3杯くらいは大丈夫だった。はい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 。だから、もう始まってすぐトイレ行きたくなって。最悪や。最悪。でもまあまあ、あの話聞いてるうちにまあ全然あそこ気にならなくなったんですけど、ラスト10分はやばかった。いや、俺もだからそれが怖かったから、まあ、そうっすね、飲んだんかったな、あんまり。まあ、ちびちびは飲んだけど、なんか、だから俺それが嫌やから、はい、ウイスキーのストレートとかにしますって言ってね。ああ、なるほど。あ、結局、水分を。先のビールとか酎ハイとか、焼酎のソーダとか、量いったらおしっこ行きたくなっちゃうから、はい、で、始まる前になんかちょっと飲んでるシーンと対戦があります。ビールはいっぱいだけ飲んで、はい、ほんで本番はなんかウイスキーのストレートちびちびなことですけどね。ほんで本番前あのセットの手前にお酒作ってくださるスタッフさんがいらっしゃって、あ、すいません僕の飲み物どれですかって言ったら、このロックグラスなみなみウイスキー入っちゃって、おーい知ったまれてまうわって。いやそれはさすがにちょっと無理ですよって言って、焼酎のソーダにしようかな。そう、不思議なスタジオの照明もあるんですけど、松本さんとお酒を飲んでるっていう変な感覚があるんですよ。あ、むちゃくちゃだよ。でしかもカメラも回ってるから、はい、あ、これが電波に乗るのかっていう怖さもあるし。いやあの時、両橋渡りやったの、稲田君は千鳥です。あ、千鳥さん、はい、両橋って、松本さんの両橋ね、はい、俺らの時は、その両橋の席に初めて下堀が座ってた。あ、はい、で下堀は下堀でこの責任感があるから、ちょっとこの意気込んでるというか、ね、もあって、その俺も何とか助けられたらとかいうのもありながらって、全然粗品にでも同じじゃないですか。お金貸してくださいって言われて、いや、チャレンジャーにしようか、あいつはもうめちゃくちゃだよ。3000万はいけるって言ってて、いや、違うよ、俺、いや、違う、でも焦ったわ、え、俺3000万も無理やねんけど。いやいや、そうさ、あいつがそのまず、いや、じゃあ、粗品は言うとりみんな、昔欲しいのみたいな話になって、はい、で、あいつが5000万って言ったんだよ。はいはい。そこで、びっくりしてもって、あの瞬間にもお酒全部抜けて、そのさ、じゃあ200万かって言っても、受けもせんし、まあね、あれ、なんにもならへん。うんうん。で、そのバイトしてても、いい、マックスの、ほんまのマックスなんだよ。投げ打ってでも、全部を投げ打ってでもが、まあ、とりあえず3000円かって言って、3000円って言ったら、あいつ、あ、俺だしって、なんか、思い返さなかったみたいな。いや、だからあれ見た時に、僕、あれ、不安になって、自分が。はい、はい、
え、そんなん無理無理ってなって、もう白ちゃんと堀さんにも言ったし、ああ 俺無理やねんって言ってた。え、お金の使い方が分かるのかな。いや一緒や、税理士さんにもお願いして、こんなお金に取っちゃうないやつが無理やねん、節税なんてまして全然したことないし。いや、びっくりした。あの今はね、あの、うん、堀さんとシロちゃんって作家さんは、はい、あの、いてくれますけど、大阪にいた時にもう一人橋本さんっていう方がいて、はい、でその人にも、うん、電話して、川島が3000万円ですよ。もう無理やねん。いやいやいや、そんなもんマジでポンって稼ぐ額なわけないやん、それウーバーかな。なんか俺かけて副業とかやってないよ。やってるわけ。よかった、すっきりした。いや、ほんまにドキッとしたわけや。確かにね、うん、そのくらいの時にバッて言える方がいいっすよ。まあまあ、そうだよね。言えるようにしてるから、僕は嘘じゃない、本気で。僕が次言う時は本気やと思う。本気の額、本気の額。だから、14万とか言いました。14。いや、じゃあそちらが100万お願いしますって言ってたら、多分その、マジで稼ぐ額が分かるんだけどさ。ギャンブルでね、突っ込んでるからなんですよ。いや、そうそう、ほんまに。それに、いや、でもほんまになんか規格外というかね、いや、彼は。ね、でもほんま昔からマジで変わってないもんな。そうですね。で、粗品の後を追ってるのが皇帝のシモンだね。いや、あの、サラブレッドが今大阪で走ってますね。しんどそうやもん、負けすぎて。うわ、しもちゃん。すごいな、面白いな、しもちゃん。うん、はい、あ、もう4時半ですね。あ、ゆずさん、やばい、そろそろ仕事いらない。ほら、あ、うわ、トシーさん、こんにちは。すいません、もうすぐ終わりました。え、ごめんなさい。仕事終わりました。え、いや、トシーさんが今こんにちはって言ったから。すいません、トシーさん。あ、あやさんが生配信月1ぐらいで、まあ確かにね、確かに月1ぐらいでやってもいいかもね、毎月。まあ、このコメントね。あ、毎月4週目とか。左手首についてるのはブレスレットなのって何回か来てます。はいはい、あ、ブレスレットブレスレット、はい、なんか細っ。ちょっとなんだよ、そんな、なんでこれ、ほんまに寝たらくにゃーなんで、マジでなんだよ、これこれ、なんすか、三遊記の三国のあれみたいな、これページサージェントってことなんですか。ページサージェント、もしよろしければ皆さん買ってみてください。はい、確かにそういうの言ってたら、この、うん、なんかね、お仕事来るかもしれない。ページサージェントです。いや、でもね、アメリカのブランドだったから確かに。ああ、まあ、日本支社で。皆さん本当にワンポイントちょっとさらりとおしゃれしたいときはページサージェント。ぜひ。お前も知りたてのページサージェント。ページサージ、あ、じゃあ最後どうします、なんかこうスクショタイムしてくださいってありますね、はい、スクショタイムしていただいて、どうして、動かったらいいんでしょう、はい、動いていいんですか、スクショタイムって、そういうのちょっとだから、なんか欲しい絵を、え、だからこれ、なんかあるやん、リモートの営業とかこの感じがだから、やっぱりね、ミルクイン、女性の方が多いから、はい、そのボタン、この辺まで開けてあげてよ。なんでやどんな配信やねん。なんで最後にお前、俺ボタンがあって、はだけてお前スクショタイムでスクショ撮られたの。見てくれてるんですよ、2200人以上の方が。いやいや、それありがたいけどさ、そんなもん。ハワイから見てましたよ、ね。
ナミさん。そんななんぼでも言えるからな。ごめんなさいね。いや、ごめんなさいねじゃない。だいぶぐらいだね、今は。新人君は信じますけどね。ちょっと、みんな着てるんですか、T シャツ。なんか着てる、ランニング、ランニングショー、タンクトップ。タンクトップまで見せてあげてよ。なんでタンクトップ見て、どうやるそれは。タンクトップを、下げてるやつにクレジットカードとか入ってるんやろ。ああ、入ってるよ。一週間はお見せやる。なんでなんでそんなリスクしかないことすらんの、それが。煮込みうどん、ヒューじゃないの。意外とおじさんやな、インナーっていうの。インナー、そんなんや。おい、山田ひろみ、パジャマの前に行っとるやんけ。おい、山田ひろみ。はい、もう皆さん、おのおの好きに撮ってください。登場ハートてっぺんハート、皆さんにはてっぺんハートをご覧いただいてる。あ、もうちょっと手前ですね、皆さん。もうちょっと手前まで来て、もうちょっと手前ですね。あ、その辺にですね。ちょっとでも、あれだ、増毛行ったでしょ。行ってないです。あ、行ってない、はい、お、ちょっとでも、大丈夫。あ、いい感じですね。あれかも。なに？エンカマグネシウム。言うてんなぁ。エンカマグネシウム。え、これ、え、いつまで？自分でやったもんね。いいかな？忘れないでくださいね。はい。すげえだということ。あら、ほんまやな。ボーボーやん。ボーボーではない。マジ。はい。ということで、皆さん、改めまして8月11日、素敵なゲスト、スイローガリスト、オズワルド来てくれます。ハンドライブの方はチケットも残りわずかでございます。アウターシャイン、こちら間違いなく楽しい1時間のライブとなってますので、こちらもチケットまたございます。はい、ぜひ単独ライブの後はもしよろしければ皆さんそのままぜひお越しください。はい、お願いいたします。ということでございました。またじゃあ来月、はい、お会いしましょう。まだアーカイブもね、はい、残りますのでご覧いただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。